今人とぶつからなかった？変なの。怖いから今日は自転車乗るのやめにしよっかな。一回家帰ろう。さっきは本当びっくりしたな。しばらく自転車乗るのやめとこう。あれ？あのポスト色が変だ。なんでだろう。アラセッアンダンラセン。どうぞ。え、なんですか？アラセッドポストピポ。ごめんなさい。何話してるか分からなくて。ラセリッドパーツっていうことび。ああ、どうしよう。外人さんかな。道、わからないんですか？バーチッチバーチッチバーチッチッチ。あ、ごめんなさい、わからないです。あれ？みんな変な言葉使ってる？変だ。なんか変だ。いつもと同じ街並みなのに、いつもと違う場所の感じがする。ポストは青いし、何ここ。ピロージッタパイテパ。何だったの？さっきまで普通だったのに、いきなり周りが変わっちゃった。なんかあったのかな。そうだ、携帯で調べられないかな。おい、あんた、それスマホだよな。あんた、ながらスマホしてたんじゃないか。ん？ねえ、気づいたら周りが変わってたんだろ。話すけど、騒ぐんじゃねえぞ。あなた、誰ですか？俺はリュウジ。ここはお前がいた世界とは違うぞ。え、何言ってるんですか？ここの連中、見た目わからないけど、言葉が通じないだろ。そうなんです。みんな知らない言葉を言ってて、ポストも色違う。静かにしろって。すみません。パラレルワールドってわかるか？パラレルワールド？まあ簡単に言ったら、見た目は同じだけど、違うバージョンの世界ってことだ。ここがそうだってことですか？実際にさっき体験したんだろ。はい。っていうか、どういうことなんですか？この世界の入り口って気づいてないだけでいろんなところにあるらしい。で、普段は本能的なもので入らないように自然に避けてるんだが、スマホを見ながら歩いてたりするとその入り口に間違って入っちゃうこともあるらしい。え、ながらスマホしてたからここに来ちゃったってことですか？そういうこと。しかもここの連中は俺たちが時々紛れ込んでくるのを分かっていて、見つけたら俺たちを研究するために連れ去ってる。見つかったらヤバいじゃないですか。だから静かにしろって言ってるだろ。ちょっと待ってください。あなたは私と同じ世界の人なんですか？ああ、もともとあんたと同じ世界の人間だ。今は紛れ込んだ人を送り込む仕事をしている。私よ。そのまんまだよ。元の世界と俺たちの世界が橋渡しをしてんだ。じゃあ私、帰れるってことですか？そういうこと。よかった。あ、でも、ただじゃないぞ。え、お金取るんですか？俺もこの世界の連中に見つからないように命がけでやってるからな。1000円しかないです。1000円？仕方ないか。1000円か、割に合わねえな。なんかすみません。さて、とっとと終わらせようか。なあ、あんた10円持ってっか？え？10円玉だよ。持ってますけど。なあ、大丈夫だな、ついてこい。
ちょっと待ってください。あの人説明下手だな。ここで誰かに電話するんだ。え、ここで10円使うってことですか？そういうこと。ちょっと意味がわからないです。だから電話かけるんだよ、元の世界の誰かに。この世界と元の世界に繋がった時に帰る扉が開くんだ。あ、くれぐれも携帯ではかけるなよ。すぐに奴らにバレるからな。電話かけたら帰れるってことですか？だからそう言ってるだろ。はあ、わかりました。ああ、最後に、元の世界に戻ったら携帯を絶対使うなよ。無理ですよ。次は無事に帰れる保証はないからな。へー、約束できるな、絶対携帯を使うなよ。はい。やばい、見つかった。え、お、早く行け。あ、いいな、携帯は絶対使うなよ。わかりました。じゃあな。ありがとうございました。10円ってこの世界も同じなのかな。早く早く。もしもし、もしもし、渋谷駅ってどっちですか？渋谷駅は あっちです。ありがとうございます。よかった、言葉がわかる、戻ってこれたんだ。いいな、携帯は絶対使うなよ。なんて言ってたけど、携帯使わない生活なんて無理でしょ。携帯どうしたっけ？これ、なんだ？もしもし。うん。え？もしもし？あ、うん。うん、今渋谷。うん。え、どこにいんの？あ、俺、俺。うん。あ、元気、元気。うん。え？今？ここ元の世界じゃないの？